んこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。ということで、10月の24日のモンストニュースまとめてお話ししていこうかなと思います。いやー、よかったよ。結構よかったと思います。はい、では順番にいっていきましょう。まずは霊絶でございます。早いねー。ドン。ビリミスク、今回霊絶光属性が、降臨するということですね。まあ2周目に入りまして、アブピッシャーの1体目が終わって、2体目が光属性ビリミスクが、やってくるという形ですね。ギミックとかは特にまだ出てないんですけど、まあ、まず何より早いね。早い。だって前回来たのって周年イベントの時だったんで、ちょっと前まだ2ヶ月周期でやってきた霊術が1ヶ月とかだよな。だって9月の20何日とかにね、アブピッシャーがイベントの時にやってきてて、で10月の後半にもう2個目の霊術が来てますから、なんなら1ヶ月より早い周期でやってきてるんですよね。どっかに合わせたい周期があるのかってなると、どうなんですかね。まああとは残ってるのが、水黄闇になってくるんですけど、来年始の限定が光ってこと考えると、ね、来年の1月2日とかに闇の霊絶が来るって考えると、こっから1ヶ月周期で11月12月に1回1回あって、とかなんかな、どうなんだろうね。いや、さすがにそんな早くはないか。はい、だから今年以内にもう1個は来そうな気がするよね。はい、ってな感じです。まあその辺はいいんですけれども。はい、そしてビリミスク、まあ、前回からね、性能を見せてくれるようになってましたので、性能こちら強いね。これ強いっすね。まあ、全体的に強い部分が多いんですけれども、まあ、初めて出てきたところっていうのを2つ触れていこうかな。まずアシストスキル、各マップ開始時に、魔法陣効果を解除する。これがどうかってとこですよね。うん、例えばルシファーだったりとか、まあ、魔法陣がない共有場系のやつって、魔法陣のクエストでもやっぱワンパン役だったりね、道中突破役で連れていくと思うんですけれども、どうしてもやっぱね、その魔法陣がないってことでひよこになっちゃって火力が出せないみたいなクエスト、過去に何回も経験があると思うんですけれども、ビリミスク1本入れとくだけで、それを各マップの開幕でね、パッと、ひよこ状態直してくれますから、かなり優秀に、感じますよね。うん、ただそれだけじゃなくてですね、もう1個、ポイントがあって、魔法陣ブーストだね。はい、魔法陣ブーストっていいことしかないんですよ。うん、魔法陣を踏んだ時に鶏になって、はい、アンチ魔法陣の上位互換なんだけどね、魔法陣を踏んだ時に鶏になって攻撃力が上がる、 1.5 倍だったかな、はい、上がるんですけれども、鶏状態って SS が打てないんだよね。はい、結構天狗の赤マナフとかで、なることが多い状態なんですけれども、これさ、魔法陣効果を解除するってぐらいだから、魔法陣ブーストも直してくれそうだよね。はい、なのでこのビリミスクと一緒に、今後魔法同じアビリティら辺で魔法陣ブーストみたいなのが出てきたら、ちょっと注目しても面白いかもしれないですね。はい、まあそれ以外でね、マンチ魔法陣なくても攻略できるじゃんってなりがちなんですが、結局開幕で直してくれても、それ以降はひよこをやっぱ踏んでしまうって状況は変わりないので、魔法陣が本当に必須だよってクエストに関しては、結局自分のターンでね、魔法陣を気にしなきゃいけないっていうのは、この一緒に編成したキャラたちも変わらないところになりますから、その直殴りとかのクエストで大きく活躍とかは、そのこのアシストだけではないのかなっていうふうには感じますね。まあいつもよりは楽になるのは間違いないですけれども、はい、あと最近ね、天魔とかね、途中からだけ魔法陣出てくみたいな、ボス戦だけ魔法陣ありますみたいな、ああいう時は道中なくて突破できるから、ボスだけちょっと気をつけようみたいなクエストでは、かなり輝きそうな感じはしますよね。うん、なんでまあちょっと強そう。うん、アシストだからね、これね、別にこいつのなんかSS 打ってとかじゃないんで、普通にアシストなんでいるだけでそれが発動しますから、まあプラスではありますよね。あとはまあスタライクショット、SS がバブリーゴーレですね。触れた味方一定期間バブリー状態にして、かつゴーレの効果があるということで、これ一応初ですね。バブリーゴーレは初だと思うんだけど、持っていますよってところでございますと。はい、まあアブビッシャーもなかなか強かったですからね。はい、さすが霊絶ってだけあって、かなり性能になっておりますと。次、コラボです。はい、いやーまあね、なるべく触れないようにはしていましたけれども、まあね、そうだろうねっていう感じです。来たコラボ、こちら五等分の花嫁。いやー、これはね、僕のチャンネルやっぱ、僕が結構アニメの話とかするだけあって、アニメとかね、漫画とかを好きな人がすごい集まってくれることが多いんですけれども、そんな猛者たち、アニメ好きな猛者たちの中で結構ごと嫁、願われていました。なので今回発表された時もね、コメント欄ですごい喜んでいる人がいて、見てて嬉しくなりましたね。はい、やってきましたね。で、不安でありました。だいたいコラボ来る時ってさ、星56が3体の星45が2体とかの構成で、当たりの56ってのが3体用意されてることが多いでしょ。その形式をずっと崩さずモンストってやってきてるんだ。1段と2段っていうのが混ざってる時とかは 3-3 とかで分かれることあるんですけど、過去に
この方程式を崩したのでそんなに多くなくて、ワンピースとかあれはもう初回からね、3-3でガチャが分かれたりとかはしたんですけれども、ほとんどなかったんだよね。で、ゴトヤメってメインヒロインと言われる女の子が5人いまして、うん、5等分の花嫁なんでね、5つ子なんですよ。はい。で、そのメインヒロインたち5人が、物語をね、風太郎っていう男の子と一緒に、展開していくんですけれども、あのね、推しがそれぞれいるんだよね。ね、市川推し、二の推し、三久推し、四つ葉推し、五木推し、その5人がいるんですけれども、それぞれ単推しがいるわけですよ。そんな中にね、星5-6、市川、二の、三久、星4-5、四つ葉、五木。本社襲撃されます。はい、これやったらもう多分本社が襲撃されちゃう、うん、それぐらい大事なところなのね。うん、だからもう分かりやすくよ、みんなが大好きな、みんなが知ってる作品で分かりやすくいると、もうロロノアゾロが星4号になったみたいな感じですね。うん、モンキー D ルフィのあの一味のゾロが星4号になってるぐらいの打撃を受けてしまうわけですよ。はい、だからその形式に当てはめるとゴトヨメってコラボしづらいよねってずっと言われてたんですよね。はい、解決されてました。今回登場する登場方法こちら、5人全員納金全員出しちゃえってなったのかな。いや、これはびっくりしましたね。俺はね、例えば一花&二のとか、そのミク&四つ葉とかと、あとはもう一個が五木&あのライハとかね、そんな感じになるのかなっていうので3体にまとめてくると思ったんですけど、そもそもまず鳥獣神祭コラボで鳥獣神祭に混ざるって形ですし、5体全員ぶっこんじゃえっていう納金プレイをしてきましたので、当たりが今回5体いますと。それぞれの性能を見ていきましょう。1人目から、はい、長女ですね、一花。はい、性能こちら。はい、パッと見強いですね。パッと見っていうか普通にクソ強いんですけれども、まあ砲撃型なんですよね。狙いところっていうか、まあこの子が欲しいってなる理由のメインになってくるのが闇の深淵ですね。あの深淵、闇、近畿の極、深淵の闇のステージ、今まで大伝太光代がねブイブイ言わせたシーンですけれども、はい、あそこで、多分もうすこぶる強いと思いますね。はい、まあ大伝太はね、その蝶原からの、キラー複数っていうのを全て発動してとんでもない火力出してましたけれども、一本こいつは超 AGB からの弱点キラー L がありますので、まあさすがに強いでしょうね。うん、枚数も L ですし、いやー、これはさすがに強いと思いますね。うん、で、全敵、まあ、この超強貫通弱点ロックオン衝撃波もう多分あのクエストもむちゃくちゃ刺さってきますから、そもそもタッチ貫通弾がね弱点キラー L 乗ってくるので、まあ、メモリーアルファクラスの友情の威力になってくると思うんですよ。はい、なのでむちゃ強いと思いますむちゃ強い、雑に強いっすよね。だから深淵以外で使っても普通に弱点に飛ぶ友情めっちゃ強いと思うんで、これはさすがに深淵だけとは言えないぐらいの性能になってると思います。で、今回に関しては5体キャラがいますし、あまりにも事故率が高いんですよ。うん、ピックアップがないと思うんですよね。まあ現段階ではないとは言い切れないんですけど、公式サイトとか見てみないと多分ないんですよ。うん、なんでコンプしに行こうってなったら、ピックアップがなしの段階で5人をピンポイントでそれぞれ1体ずつ当てなきゃいけないっていう闇のガチャが始まりますんで、手前で手前考察の動画出そうと思います。はい、なので事前考察みたいなのを出して、まあそれをね、そこでちょっともうちょっと詳しく深掘りしてお話ししようかなと思います。その時にはまた適性とかもまとめてきますので、自分がどれが欲しいんだっていうのはその動画を見てね判断していただければなと思います。なので軽く触れていく感じですね、今回は。はい、じゃあ次2のドン。はい、2の闇でしたね。はい、2のはですね、もうやばいっす。はい、サンズすり寄り、もうこすり寄ってますね。もう本当にくっついてる、サンズの相方です。はい、フォーサーですね。まあ他にももちろん行けるところはあります。転送持ったりもするので、他のところでも行けるし、かつ今後もなんか長く行っていきそうだなって感じの性能です。蝶原からのバウンドチャージユースピアップって、今の環境で一番欲しいサポート友情の2個全て持ってきてますので、うん、さすがに強いと思いますね。で、今これが例えば今後このサンズと何かハマるかもねだったらワンチャン我慢できるみたいになったんですけど、もう今フォーサーっていう明確な就職先がありますので、フォーサー終了です。確実に終了してますね。もうサンズでただでさえもう死んでたんですよ、フォーサーって。クエストがもう終わってた、あれが俺も最終段階だなって思ったんですけれども、それにさらにバフをかけるって言いますか。だってサンズってさ、短いターン8ターンって SS であの威力出すからやばいじゃん。あれバウンドチャージされてみんよ、お前毎ターンあれ撃たれてみ。いや、フォーサー側の視点になってみてよ、大変なことが起きてるからね。本当にひどいよこれ、マジでひどいですからね。サンズの SS 毎ターン撃ったらおしまいだろ。しかもフォーサーのクエストってスーフーがあるんで、
その前のバウンドチャージのターンの前とかに数しといてあげて全員固まるって状況とか作っちゃった日にはバウンドチャージもまあ当たりますから、狙ってちゃんとチャージができるんですよね。バウンドチャージって言ってもやっぱ遠くにいると当たんなかったりね、不規則に飛んでいく友情コンボになりますので、難しいんですけど、さすがに重なったら当たるでしょっていう、シーンが増えると思うんですよね。なんでマジで大げさじゃなく三つ舞いターンがあると思いますね、編成次第では。はい、で性質もやばいんですよ。スピードがアップ&触れた敵の弱点倍率を一定期間アップ&じゃないよ一定期間触れた味方のパワーと防御力をアップしバブリー状態にするって、お前フォーサーが何したって言うんだ。これ下手したらね、マジエンベンサラーより下蹴りされてますよ。それぐらいやばいと思いますね。これはひどい。はい、まあまたね違うところで深掘りはしていこうかなと思います。今の感じこんな感じ。とりあえずフォーサーが終わったってのは覚えてください。はい、じゃあ次ミクドン。まあ結構ね、ごとよべ、まあ、僕も好きでね、作品は全部読んでるんですけれども、好きって言っても俺結構ね、途中までなんだよね、ごとよべが好きだったのね。まあ別に、後が嫌いってわけじゃないんですけれども、ドピークだったの途中のぐらいまでだったんだけど、まあその子まで読んだだけのにわか、ごとよべを知ってるだけの俺から言わせていただくと、ミク圧倒的人気なイメージがある。だからまあミクがワンチャン強くなるのかなっていうのもうっすら頭にはあったんですけど、本当にヤバいキャラになりました。はい、まあ天さんですね。まあ逆に天さんをやらないって人にとってはそこまで魅力的に感じない可能性もあるんですけど、さすがに強いと思います。はい、マフージ EL もうぶっ刺さりもぶっ刺さりよ。あそこ魔族しか出んくないっていう、魔族しかいないっすよね。だってで十字鎖骨とゾンビだろ、これ魔族だろ、蘇生ループの羅刹魔人か、魔人だよね。でボスが魔人ですから、もう全部っす、全部靴底とかバッファローとかあの辺の意味わかんないやつ以外全部キラされる、やばい。で普通にゾンビのラインが落ちるっていうのもかなり嬉しいですし、そもそも羅刹の処理っていうのがノンノアルファのね SS を前提として考えた人はこのキラーで普通に直殴りで落とせるんで大丈夫だと思いますし、でそこでねノンアルの SS をいっぱい当たってから地雷持って弱点にドーン、おしボス1やっと削ったじゃなくて、普通に縦貫こういっただけで SS で倒せるとか、そんなレベルに SS が強いです。はい、でこれに加えて貫通タイプ側になってきますので、今フィニッシャーで置かれてる反射タイプと共存できるんですよね。これは引きます、これは引きですね、間違いなく。今俺マムルギルティって言ってね、マムルの飛行不要が好きなんで、あえてちょっとその飛行不要っていうめんどくさい要素も入っちゃってる中、パーティーを作ってやってるんですけれども、さすがのそのマムルの飛行不要が好きっていうのもちょっとこのミクの楽さには負けちゃうかなってぐらいミクが楽になると思いますね。もうだから3も多分めっちゃ簡単な方の階層になると思う、こいつがいるだけで。マジで強いと思いますね。はい、で友情コンボインクリススフィア、はい、これオタク友情ですね。今モンスト界で持ってるやつ1体しかいませんね。はい、あのバイオハザードみたいなやつですね。光の冒険戦のアポストロスの、シレットか、あシレットの方だよね、そうだね、シレットの方が持ってたやつですね。はい、1個前の光の冒険戦のアポストロス、シデット、降臨キャラが持ってるやつですね。はい、でそれがねなんかね飛んでって分裂して分裂してなんかバイオハザードの分裂みたいな感じで分裂していくんですけれども、それがまあ結構な威力になってまして、はい、結構友情強いです。ただね、あの友情あれなんで無属性友情になってきますんで、超バラの効果が乗んないのがもったいないですが、これマフージに読めやばいっしょこれさ庭園さんだけで考えないで、普通にだって他のクエストでゾンビループとかもこれで多分全部絶滅しますよ。マフージ EL にインクリースは結構やってると思いますね。でこれ反射モールマンも相当強いと思いますんで、ちょっとこれミクオーバーパワーな気しますね。今回の中ではめちゃ強いと思います。でそれに加えて SS が一定期間スピードとパワーがと防御力がアップし、カウンターは非属性キラーアクセラレーター状態になる。お前くじ引きで決めたんか。はい、アンド触れた敵の攻撃ターンをまれに増加させる。もうこれさ、まれにだからいいでしょってノリで遅延よくつけるけどさ、最近さダメだからね、普通にもうダメだからこれ。だってさ強いって思ってもらいたいとかさ、そういう気持ちでやっぱつけてくれてるわけじゃんこれをさ。でもさもう分かんない、これで遅延なくてもヤバってなるよもうこれ。うん、まれにだからいいでしょっていう領域じゃない、これはやりすぎっすよこれはミクはさすがに強いと思いますね。今庭園さんでのお話してますからね、庭園さんで強いと思う。ただまあ弱点、まあ、これ詳しいところのね動画でまた話すと思うんですけれども、庭園さんっていう明確な場所があるんで、まあ、今後って感じより今のクエストって感じはしますよね。はい、まあいくら強いといえどその限度はあるっていう感じの性能になってると思います。ただまあ転送もあるからね、どうなるか分かんないですからね。いやさすがのミクかこれは。はい、じゃあ次四つ葉。はい、
はい、四つ葉でございますと、結構面白い性能になったなと思いますね。はい、まあ見てるクエストは熱敵士、はい、DS 入れとか先日のね、なんだっけ、あいつから出るやつですね、EX ステージの熱敵士ですね。熱敵士はね、もうで過去出たら EX の中で多分いっちゃむず、うん、過去出た絶球 EX の中でいっちゃむずいんじゃないかってぐらいやっぱ難しいクエストになってまして、ナイトメアがいないとマジでヒーヒー言うクエストなんですよね。でそこの特攻になってくれてますよって形ですね。魔風士なんで、道中のクジラみたいなオケアマスか、あいつは厳重です。なんで入らないで、あいつだ、ボスも入んない、ボスも入んないんですけど、あいつタコクラーケンイカか、うん、あいつがもうなんかラスゲにさ、右下にさ、なんか俺はすぐ倒せますよって顔してるのにめっちゃ硬いタコいるじゃん。あいつ、あいつに魔封じが入る。だからまあ嬉しいですね、純粋にね。で、あとあそこ、まあ優勝コンボで結構削れちゃったりするんで、ハイデレーションも地味に刺さると思いますし、うん、まあ強いでしょうね。はい。あと SS がやばいね、SS が。はい。パワー&スピードアップ。うん。で、触れた敵の攻撃ターンを増加させる。いい気ですね。まれじゃない。はい。で、触れた味方の SS ターンを一定ターン短縮する。これは多分1段階目4ターン、2段階目8ターンとかになるのかな？どうなんだろう？ちょっと見てみなきゃわかんないですけど、仮に8ターンなら、ループがね、ワンチャンできちゃうんじゃないかなっていうのもあったりしますが、うん、強いでしょうね、間違いなくね。自強化のところの遅延ってところも強いだろうし、なんかよくわかんない弱点は蘇生ループのところ、あそこのところも、遅延打っとけば安心になりますしっていうので、まあ強いと思いますね、さすがに。うん、なんでまあ寝てきちゃちょっと楽になったのかなっていう印象でございます。で最後は五木、はい、なんでここ入ってきたっていうところに入ってきました。はい、ダメオワープ地雷の魔法陣なので、涅槃弱城ですね、涅槃弱城の周回キャラクターの一体として、登場したという形ですね。蝶バラなんで、まあまあ強いでしょうね、間違いなく。ここは蝶バラからの超強全的貫通ロックオン衝撃化なので、まあワルプレに近いことができちゃうと、さらに友情フィールドもあるのでそれ以上の火力も出せますよってなんで、まあワルプレ出たあたりから涅槃弱城の周回って結構狂っちゃってたんで、はい、なんでまあそれに近い今の時代にあった、友情の火力が出るって形ですね。だから涅槃弱城の周回は分かんない、俺もねがっつりやってるわけじゃないんですけど、涅槃弱城はたまに付き合いでやったからちょっとだけね他のやつよりは知ってるんですけど、多分やばいっすこれは、これやばいと思いますね。でストライクショットも、触れた敵、触れた壁全てに、ヒーリングオール展開と定時後に近くの敵に向かって走り出す、一人で再走するやつだね。まあこれは多分天魔の試練の3の方を見てる形ですね。試練3ってやっぱりダメージ受けてその後の回復とかすごい重要なステージになりますから、まあそこのヒーリングオール展開っていうのでヒットポイントの回復を取ってくれるっていうのでね、試練さんではめっちゃ強いんじゃないかなっていう感じですね。はい、てな感じで5つ後の5人でございましたと。はい、まあちょっとね、まあパーッと今お話ししてったんで、まあ頭に入ってない方もいっぱいいると思うんですけれども、まあまた別でね、動画出すと思いますんでね、はい、事前考察という形でもっと詳しく、一体ずつお話しする動画出しますから、よかったらそちらを見てね、決めていただければなと思います。さあそちらエアップになりますんでね、そこは気をつけてください。はい、では次の前に、5体なんて引けるわけないじゃんねえ、ピックアップもないのにって思った皆さん安心してください。こちら、はい、いや、やってきたね、いずれか1体確定排出ガチャ、素晴らしい、これはマジで素晴らしいっすね。うん、まあ5分の1だけどね、あ、5つ後の誰か1人が手に入るよと、いうガチャでございますと。うん、いやこれ嬉しいっすね。まあ今回やっぱね、最近ね、当時とかだってあれだったよ、天下五剣じゃないわ、 2周目天使とかが出るときってさ、なんか1週間に1体属性限定が追加されてくみたいなむちゃ鬼畜なやつやってきてたりしたんですよ、うん、過去にね、うん、でそういうの別に無料化したの全くなかったですから、最近はね、引く側がちょっときついって感じるだろうなみたいなときはね、大体無料みたいなのつけてくれるんですよね。いやーこれ嬉しいっすよね。でこれというもう不利なこと一つもないですからね、これは素晴らしい。ただねこれ無料で1体引けてもね、結局他の子が欲しいってなったらやっぱ引くってなりますから、まあそこは自分でって感じですね。例えばミクだけ欲しいみたいな人はこれでミク引けたら撤退って可能性もありますからね。はい、自分の推しが引けることを皆さん願っております。はい、で一応クエストも登場します。風太郎、はい、まあ簡単に言うとコインクエストでございますと。はい、なんか変な参考書が出てきて倒すとコインが落ちるみたいなやつです。はい、でそこでもらえる交換所、こんな感じ。一応ライハー&風太郎もいるみたいですね。はい、こちらが運極を狙えるというクエストになってまして、まあ他はボイスがついてたり称号があったり、いつも通りゲーム内アイテムが取れたりっていうコイン周回クエストになりますと。はい、まあ超級客って感じのやつがいないんでね、まあこんな感じになるかなと思ったんですが、一つ気になるのはストライカーカードがまだ来ていません。
うん、こんなにね、一人のね、例えば一花のストライカーカードとかね、欲しいってなるようなコラボもあんまりませんから、さすがにどっかでストライカーカードやってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからもしかすると途中で発表されたりとか、はい、あとは、次のニュースで発表されたりとか、はい、はたまた、ゴージャスさんがね、出る公式の配信があるみたいなので、そういうところで発表されたりとか、何かしらあったりしてもおかしくないかなとは思ってますね。まあ、過度な期待はしすぎないようにしていただきたいんですけれども、ストライカーカードがないっていうのは結構珍しいと思いますんで、はい、まあ、そこはちょっと注目してもいい点かなとは思いますと、はい、な感じです。はい、でここでコラボの情報は全て終了でございます。また後日の動画をお待ちくださいっていう形でございますと。はい、では重心化関連いきましょう。1回目要戦、こんな感じ。はい、熱敵士で強そうですね。以上です。足封じは刺さりません。まあ全敵ロックオンレーザーとかも普通に強かったりするかもしれないですね。はい、では次ティタニア。はい、ティタニア、一応エンベズラーの適正ギミックは持っているんですが、さすがに今の環境で上位に入るってことは100ないと思います。はい、隠し倍率で爆絶ブレスだけ5億倍とかなったらさすがに入るんですけど、そんな倍率も今のところ見つかっていませんので、さすがにないと思いますね。特徴としては張り付いて反撃をもらって、反撃もらったってことは攻撃受けたってことだから、こいつにカウンターキラー M が乗って爆絶ブレスです。砲撃の爆絶ブレスの威力が2倍になった状態で反撃するっていうのが特徴のキャラなんですけれども、この段階ではなんかすごい強そうじゃんって思うんですけど、あんま使わないと思います。はい、な感じのキャラでございましたと。はい、ということで24日のニュースはねこれで全てだったんですけれども、はい、ゴテヨメ来ましたか。はい、見直そっかな、ゴテヨメ久しぶりにな。俺なんだかんだでもゴテヨメ3週ぐらいしてんだよな。うん、だから映画見に行くか、明日行けっかな。まあまあ行けたら行こうかな。まだやってんだよね確か映画ね。で今回劇場版の方なんで、多分イラストとかもそっち側から引っ張ってきてるのが多いんじゃないかなと思いますので、できたらね見てテンション上げてコラボに臨みたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで皆さん、よかったらね、感想だったり、こいつここで強いんじゃないかだったり、いろいろあると思いますので、よかったらねコメントしていっていただければなと思います。もしよろしければ、最後にチャンネル登録、高評価とかもしていっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。